チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は、拓殖大学海外事情研究所教授、特定失踪者問題調査会代表、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘先生、初登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒木先生は、はい、私が中大生救う会やっていた時から、失踪者の会の代表でやっておられて、はい、ということで、私は、よく知っておったんですけれども、むしろ荒木先生の方が我々の活動を高く評価していただいていたところで、後で知ってですね、もう大変恐縮しておりますけれども、その昔の話も含めて今の問題から皆さん注目だと思うので、まずこの話からいきたいと思うんですけれども、金正恩は死んでいると多くの保守系の論者が言い切って、でしかもその論者の言うことを信じた人たちが慎重論を言った人、本当に死んでるのかどうかわからないって言った人に向かって、ネットのコメント欄なんかで徹底的にお前の情報は古いとか、もっとしっかり勉強しろとか廃業しろとか、もうバッシングやって炎上させて、で蓋開けてみたら金正恩が出てきて、でさらにまたあれは影武者だとか偽物だとか、ちょっとこの言論状況はまずいなと思い、じゃあこの問題を考える上で誰が一番信頼できるだろうというところで、荒木先生にお願いします。ありがとうございます。で、あとでなぜ荒木先生なのかというお話もゆっくりさせていただきたいと思うんですけれど、金正恩死亡説についてまず初見をお願いしたいと思います。金正恩の身辺に何かあったことは間違いないと思います。でそれがどうだったかというのを、その情報の取り方によっておそらく死亡した、あるいはもう脳死状態だ、あるいは治って回復状態にあるとか、大丈夫だとか、いろいろ話があったと思うんですけども、正直言って私はリアルタイムで北朝鮮からの情報っていうのはありませんから、だからこれはもう正直分かんないとしか言いようがないです。ただこの去年の暮れぐらいから、11月頃から起きてたことを考えると、やっぱり金正恩の身辺に何かがあって、で後継まで含めて考えなければいけない状態になったということだけは間違いないんじゃないかというふうに思います。今正直に北朝鮮の情報なんか持っていらっしゃらないということでしたけど、逆に言い切ってた人たちは持ってたんですか？だからいろんなとこからこういう時はいろんな情報出ますよね、それをだから当然情報を出す人間というのは自分が直接出すわけじゃなくて、誰かの口を通して言ってもらおうということで出すわけなんで、それをどういうふうに評価するかっていう問題ではないかと思います。で結局間接情報ということですね。ですよね。そこ行って金正恩がこう横になってるのを見てるわけじゃないですから。荒木先生、今日は結構謙遜されるとですね、分かんない人のためにですね、もう一から、もう大学1年生に向かってやる授業ぐらいな感じで、突っ込ませていただきたいと思いますんで、つまりこれって当たり前の、もう学生に戻ったつもりでお聞きしたいんですけど、これ金正恩の主治医とかそれくらいじゃないと分かんない話ですよね。ですよね。はい。金正恩の主治医が漏らして殺されますよね。ですね、普通、で漏れてるってことは誰かが許可して意図的に流してるってことですよね。本当そうだとしても、よろしいですよね、国際政治の常識ですよね、こういうの独裁国の。いや別に私国際政治の専門家じゃないんですけど、独裁者の病気っていうのは大体そういう風なのがセオリーじゃないですか。で金正恩もそのセオリーから逃れられないですよね、当たり前の話ですけど、逆にホイホイ漏れてたらクーデターがなんか起きてるっていうことですよね、ということなんで、じゃあ知ってた人は一体誰から聞いたんですかということで、さらに質問なんですけれども、ということはもうこの金正恩が生きてるか死んでるかっていうのは、もう一次情報でなければ分かんない話で、でいつもだったら公開情報で分析してある程度の結論を出すことができても、今回の場合は分からないという結論しか公開情報では出ないってことですよ、ですね。例えば、この5月1日の前に、金正恩はそのウォンサンで、乗馬をしたり、ジェットスキーに乗っかってんじゃないかというような話が出て、でそのことが4月の末に韓国の国会で質問されてるんですね、でこれに対する答弁で、政府側の答弁というのは技術情報などを元にしてって言ったかな、でそれで確信を持ってるということを言ってる。でところが、これは韓国の朝鮮日報の書いてた
あの記事なんですけども、韓国の技術情報でその金正恩が乗馬していることなんか分かるはずがないと、うん、でもしその技術情報をあの衛星やなんか使った技術情報を持っているとするともうアメリカしかない、うん、とするとアメリカからあのそういう情報が流されたということなんじゃないかという記事があったんですね、うん、でこれはあのアメリカから同様の記事をもうちょっと前に流れてそれ別の新聞にも流れたりしてるんですけど、もしそんな情報であれば今アメリカの政府というのは韓国の政府全く信用してないからそんな重要な情報ですね流すはずがない、うん、で逆に言うと流したということはアメリカからすると金正恩が大丈夫であるというふうに流したい、うん、でそのためには韓国政府だったらもうちょっと出せば飛びつくに決まってるから、うん、だから韓国としては今の政権だったらば金正恩があの健在であってもらわなきゃ困るんで、うん、ということであのおそらく流したやつに飛びついたんではないだろうかなと、うん、まあ、そのいろんな逆の含みも含めてですね、おそらく中国は中国側で今度はあの金正恩が危ないんじゃないかとか、うん、そういうことを流してた形跡もあるんですけども、うん、だから ある意味で言うとその北朝鮮の状況がどうなるかはブラックボックスなんですが、うん、もうその周りの国はいろんな形で手を突っ込んでるというそういう感じじゃないかなと。なるほど。情報は流した人間の意図を探れで今大変興味深い話で、うん、アメリカは金正恩に生きててほしい、うん、中国は死んでてほしい、まあ、そこまで断定できるかどうか分かりませんけどね、はい、例えばそういうことはあり得るんじゃないかと、という可能性もある。あくまでそれも一つのシナリオ、うん、はい、つまり断定できないって言ったのは、はい、本音を隠して逆に流してる可能性もあるっていうことね。そうですよね。だからまあこういうのはもう裏の裏のまた裏のそのそのまた裏もある可能性があるんで、うんうん、でまあ中国だって一枚岩ではないでしょうし、はい、あるいはアメリカだって違うかもしれないし、だからまあそういうことがともかくまあそういうことはあり得るんだというふうに考えてみといた方がいいんじゃないかなと、はい、すみません、はい、今回大学1年向いてなんで噛み砕きますけれど、はい、アメリカの中にも金正恩生きててほしい人と死んでほしい人がいる、中国の中にも生きててほしい人と死んでほしい人がいる、でたまたま今はアメリカが韓国流したんだとしたら生きててほしいんじゃないかなと政権主流が考えているように見えるし、中国筋から死んでる死んでるって言ってるっていうのが出るってことは死んでてほしいんじゃないかなとも言えるし、でも逆に情報を流すことによって、はい、それによって誰が動くかを見てるっていうのもありますよね。ですね、はい、はい、改めて言いますけれど、情報は流す人の意図を考えろ。ただこの場合北朝鮮にとって愉快犯はありえないですよね。普通情報流してなんかみんなが驚くの見て喜んで愉快犯みたいな人いますけど、あの人たち命かかってるんで、北朝鮮からがから愉快犯的な情報が出ることはないんですよね。だあの金正恩の身辺に何かあった、うん、まあ、それがだからその金与正に、うん、場合によったらば権力を移さなきゃいけないっていうことの、まあ、一つの、まあ、その布石というか、うん、元になっているというふうに考えると、うん、これも100年前とあまり変わらないような気がするんですけどね、はいはい、北朝鮮の中でその愉快犯的に情報を流すというんじゃなくて、はい、どっちつくかと、あ、つまり、まあ、アメリカの方ついた方が得なのか、はい、中国ついた方が得なのかとか、はい、でもともとそういうつながりがあったとか、そういうことで それぞれの意図に都合のいいような情報を流すということはあり得るんじゃないかなと、まあ、ビンヒとダイン君みたいに、はい、もう王様自身が外国のスパイとかすごい状態ですもんね。そうですね、本当に、はい、そういうことにもうなってる可能性はあるんじゃないかなと思いますね。だから金正恩が主体思想、はい、チュチェ思想とか言ってて、その3代目ついてますけど、はい、本当の主体的に生きる気があるのかどうかすら疑った方がいいですよね。まあ、主体的にやってこえなかったから主体っていう言葉が出てきたわけで、うん、っていうところ、主体思想チュチェ思想すら疑わなきゃいけない、本当お前らそれ信じてんのかと、うん、彼らの公式見解だって嘘かもしれない、っていうような人たちなので、キム・ジョンが生きてるかどうかって予想すること何の意味がある、ですね、はい、その、まあ、生きてるかどうかということ自体にはもちろん意味があるんですけど、ただ全体を見渡した時に、うん、もうすでにその金正恩が生きてるかどうかということすら、うん、全体から言えばあんまりそこ見てでも仕方がないという状況になっているんじゃないかなという、あ、それちょっと詳しくお聞かせいただきたいんですが、はい、というのはですね、これ流れを考えると、うん、去年の11月の末に金正恩からすると叔父にあたりますけども、
要は金正日の肌違いの弟、金平日が帰国している。これ金正日が後継者になった1970年代の初めに、もうともかくその自分と違う、要はママ派であった当時の妻金正恩の系列を全部切ってですね、でヨーロッパの大使に、要は島流しにしちゃったと。でも完全にその系列に人脈ができないようにした。でその人が今頃になって帰ってきた。これはすごく一体何の意図があったのか私もよく分かんないんですけど、でもなんかやはりこれ政権の中枢に何かあったんだろうなということは言える。で、去年の年末に通常1日で終わる中央委員会を4日間やって、で大晦日までやって、翌日の元旦の金正日の新年の挨拶、通常やらなきゃいけないものをやらなかった。で、1月の25だったかな、旧正月の記念公演で、演芸会やるわけですけど、そこに金正恩の指示で殺したチャン・ソンテクの奥さん金ギョンヒが出てくると。でこれも金ギョンヒってもう死んでたんじゃないかという説もあったんで、これもそれこそ本人かどうかよくわかんないんですけど、そういうふうにしてアピールをしなきゃいけないなんか理由があったわけですね。で、それからあとはいろいろあって、3月の3日かにその妹のキム・ヨジョンの韓国政府を罵倒する談話が発表される。でキム・ヨジョンなんてその党の第一副部長ですから、談話を発表するような立場でもない、これが発表する。で、その次は4月になってから、最高人民会議が伸びて、その前に党の、政治局の会議やって、で15日の民族の最大のお祝いである金日成の誕生日に出てこなかったと。で、約20日間ずっと出てこないで5月1日出たんですね。だからこの流れ全体がこれまでからすると絶対に異常なことで、それはやはり金正恩の身辺に何かあったから起きてることだろうと。だからその病気になったとかそういう説は、これも間違いないだろうと思います。でしかもその後継者を考えなきゃいけないような状況になっていると。でそこら辺が大体もうほぼ間違いないと思われるところで、でその後どうなってるかというのについては、これはもういろんな情報戦のあれが飛び交ってるんで、そこはちょっと私何とも言えないんですけども、流れはもうそういう流れだってことですね。で後継者がどうこうって話になったらば、そのバックがどうなるのかということで、アメリカが出てきたり、あるいは中国が出てきたりと、そういうことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。で影武者だとか耳の形が違うとか言ってる人いますけど、あれどう？あれは影武者いることは間違いないですよね、だからいろんなところで出てきてると思います、でこの間出てきた人物がそうなのかどうかも私はよく分かりません、でこれから先またこの次いつ出てくるのかも分からないし、だからただその一世紀ちょっと前の日清日露の戦いの頃、朝鮮王朝とか大韓帝国がどうなってたなんて、世界史の中で誰も気にしてないですよね、ほとんど、よっぽどその専門でやってる人以外は、と同じようなことで考えれば、あの時これはビンヒは本物だったのかとか言ってもあんまりしょうがない、ということなんじゃないかなと私は思います、なるほど。影武者がいるってことは、昔の写真の方が影武者かもしれないどうしたどれが本物だと思って皆さん影武者だと特定してるんでしょうかと。だから下手すら影武者と影武者を比べてるかもしれないそうですね。でも公式に死亡を発表してないということは死んでないっていうことでいいんですかね。それも怪しい、それも怪しいですよね、分かんないですね。だからイルソンとジョンイルが公式に死亡を発表したのは確かじゃないですか。だから、永遠にやらないわけいかないんですよね。ですね。だからそれはどっかで明らかになるんでしょうけども、もうそれ考え始めちゃうと、キム・イルソンだってもともとは金正中っていうのは本名で、でその前になんか3人か4人名前使ってた人間がいて、でそれが一番そのビッグネームなんで使おうっていうことにして使ってしまったわけですから。でキム・ジョンイルだって最初はキム・ユーだというロシア名だったわけで、で北朝鮮に来てから名前を変えてる。でそれ一応本人は本人なんでしょうけども、あの国、全体が虚構でできちゃってるんで、もうそういうことは当たり前、全てについての虚構が当たり前だと思った方が
私はいいのではないかなと。で、まあ、私学生戻って質問させていただいたんですが、まあ、ただ荒木先生はですね、まあ、あの大学でアカデミズムの世界で、まあ、国際政治を教えていらっしゃる、朝鮮半島の方ですね、地域研究ですね、はい、地域研究で、まあ、国際政治の中の地域研究ということで専門でやられているわけなんですが、まあ、実際にあの拉致に関しては活動されておられて、ちょっとあの特定失踪者の会というのを、はい、詳しく説明していただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、2002年の9月に、まあ、小泉訪朝がありまして、で、翌月にあの蓮池さんたち5人が帰ってきたと。でその帰ってきた5人の中に、それまで日本政府が拉致と認めてなかったあの曽我ひとみさんがいた。でこれが一つのきっかけになりまして、まあ、それまでもいろいろ話はあったんですが、あのご家族、失踪者のご家族で、まあ、うちもひょっとしたら北朝鮮じゃないかと、こういうのがですね、まあ、非常にあの、まあ、当時私スクール会の事務局長ですが、まあ、殺到しまして、でこれちょっと放っとけないということで、翌年の1月にあの立ち上げたのが現在の特定失踪者問題調査会。まあ、特定失踪者というのはあの拉致の可能性が排除できない失踪者ということですが、まあ、そういう人たちについて調べて、で拉致被害者はともかく救出をしようということで、もうなんだかんだ17年ですね、やってきちゃいました。はい、あ、正式な会自体は曽我さんが帰ってこられてから、あの調査会はあのだから2003年の1月です。平成15年、いや、はい、もう98年に私が拉致に関わった時にはすでに荒木先生って特定失踪者の方をやってた人って一緒あったんですよ。昨日あの時はまだあのスクール会の方の事務局長ですね。で、まあ、あの頃はまだあの政府認定っていう言葉がなかったんで、だからあの今の家族会の人たちがどちらかというと特定失踪者のご家族に近い、なるほど、そんな感じだったんですね。という感じ、はい、まあ、あの元々現代コリア研究所ですよね、はいはい、まあ、佐藤和美さんというか、はい、とあと西岡力さん、はい、荒木先生3人で、そうですね、あの、まあ、いつもいたのは、はい、まあ、その3方が中心になって、まあ、拉致問題、まあ、救う会を作り、はい、でご家族の人がいるんで家族会がありっていう、はい、でいう関係ですかね、はい、まあ、ご家族の人は家族会で、まあ、家族じゃない人は応援する人は救う会で、さらに、まあ、あの政府に認定されている人が出てきてから、されてない人を特定失踪者の会という関係ですね。いや、つまりあの、まあ、結構警察ってその失踪者の情報を持っていても、である程度怪しいなと思っていても、まあ、なかなか政府で認定されてなかった、くれなかったじゃないですか、はいはい、まあ、ただ曽我ひとみさんが帰ってきて、まあ、本当に北朝鮮拉致やってたんだ、しかも日本政府があの拉致じゃないと思ってた人が実は拉致だったっていう衝撃ですよね、はい、まあ、曽我さんの話もそこはもう詳しくお聞きしたいんですが、はい、曽我さんの話はですね、あの、だから2002年平成14年 の、 その7月だったかな、あのつまり小泉訪朝のまだ全然あの表に出る前ですけども、7月に佐渡であの拉致のことの集会がありまして、でその時にあの一緒にその佐渡の中をこうちょっと案内してもらったんです、ね、で案内してもらった時に佐渡であの曽我さんともう一人あの大沢隆さんというあの県庁職員の方がいなくなってるんですが、でその2人のいなくなった場所をこうずっと回ったんですね。でその時にあの、まあ、当時あのスクール会新潟の会長だった小島さんが、いや県警は大沢さんはやっぱり拉致されている可能性があると、だけど、まあ、曽我さんは違うよというふうに、うん、あの言ってたと、うん、いうことだったんですね。 ところがあの蓋を開けてみたら出てきたのが曽我さんだったということで、政府にとってもものすごい衝撃が あったと。で曽我さんは、大沢さんの拉致の、3年後になりますね、昭和52年、じゃない53年か53年だ4年後かで、大沢さんが昭和49年ですね、だ、まあ、あの看護師で、やはり事前に狙われた上でお母さんと一緒に拉致をされたんだろうと、思います、はい、ということで、まあ、はい、結構特定失踪者の話っていうのは拉致問題の中で極めて重要な話になったんですけれども、まあその後の顛末は、まあ、マスコミに5人の方が帰ってこられて、はい、まあそれこそ私が、まあ、荒木先生今回の金正恩死亡説、まあ、プチ騒動ですかね、うん、の中で注目されたな、結局どう
なるかよりもどうするかなんだということで、まあ、私が日頃言ってるセリフままだったんで、まあ、同じこと言ってる人いるのかと。で大学でもそういうふうに自分が総理大臣になったつもりで拉致被害者をどうやって取り返すか考えましょうと教えてらっしゃるんですよね。拝見スライド拝見させていただきましたけど、で結局あの時、まあ、ちょっと反省、日本人としての反省だと思うんですけど、まあ、2002年10月に5人の被害者の方が帰国されて、で蓮池さん、千村さん、曽我さんのにそれぞれ番記者がついて、それから、まあ、横田さんはまあ象徴みたいなものでしたよあって、まあ、蓮池版横田版って言って、で結局蓮池さんや横田さんがどういう風になってるか、蓮池さんが帰ってきてカツ丼食べたとか、うん、横田さんのご両親が悲しんでるとか、そこは多いんだけれども、じゃあどうするのかの話が全くないまま1年無意に過ごしまして、はいはい、もうこれはですね、もし自分がマスコミの人間だったらばもうそうしてしまうと思うんですが、うん、5人が帰ってくるとですね、まあ、もうともかく移せるものはそこしかない。まあ、もちろん横田さんたちもいるわけですけども、基本的には帰ってきた人間一番ですから、うん、そうすると蓮池さんがどこ行った、千村さんが何食べた、うん、この話でもそのニュースが一番たくさん流れる。でマスコミという立場で言えば、いやもうこんなもんね、そんな取ってたってしょうがねえだろうと思っても、他者がやるから、うん、負けるわけにいかないということで、みんなそこへこう集中してしまって、うん、でそうすると帰ってきてない人のことは取材ができませんから、でこの人たちのことは当然その相対的には、量が少なくなるということでですね、まあだからこれ逆に言えば、その気になればこういうのがそれこそ情報戦に使えるのかもしれません。なんかこういう餌みたいなものを出してマスコミみんな飛びついちまえば、一番大事なことをスルーできるっていうね、ことに近い状況があの時はできてたんじゃないかなと思います。はい、答えにくかったらカットしますんでお聞きしたいんですが、はいはい、あの時北朝鮮もうものすごい本気で、はい、もうこれ日本人があれだけ怒ってるから絶対戦争になると思って必死になって工作して、うん、西村慎吾さんなんか北から接触があったよってテレビで平気で言ってますし、うん、多分私あの時中大生救う会やってたら間違いなく接触される立場だったと思うんですよね、うん、なぜならば私が後輩に託したんですけど、その後輩接触あったっていう、うん、荒木先生ありました？いやあったかな、あんまり私も鈍感だから覚えてないですけど。ということですよ、はい、つまり、うん、もうあれで、まあ、2002年9月17日小泉訪朝で本当に北朝鮮拉致やってたんだと、であれでもう午前と午後で日本が別の国になるぐらいに怒り狂って、1年間イラク戦争まで日本人の怒りが続き、でその時に北朝鮮これ危ないなと思って、なんとか日本がアメリカ引き連れて戦争しないように必死に工作し情報を探ってて、うん、でもうはっきり言って中大生スクーカーにまで接触するぐらいやつら本気だったんですよ、うん、おそらくね、あの当時言われましたけど、ね、やっぱり北朝鮮の中で本気で日本は攻めてくるんじゃないかというふうに思ってた人たちはいたみたいです、うん、であとやっぱり日本に騙された、うん、でというのは、まあ、そのこちら側は拉致問題が進まなければ絶対に日朝国交正常化はダメだというふうに言ってやってた、うん、政府の方はもうともかく日朝国交正常化をしたかったと、うん、で別に何もそんな相談してやってるわけじゃないわけですよ、こっちはだから政府けしからんつってやってるわけなんだけども、うん、これ両方あったから北朝鮮は話に乗ったわけですよね、うん、だから日朝国、例えば我々だけだったらば交渉なんか乗ってくるはずがない、で政府だけでやらしといたらば今度はその拉致問題をほっぽらかして国交正常化行っちゃうと、でたまたま両方とも平行に進んでて、だから政府の方は北朝鮮に対してもともかく話進めてくれと、で出してくれたらばもうこれでもうなしにしてあと全部抑えるからというふうに言っていたと。でところがじゃあ分かったということで向こう側は向こうの認識化すればおそらく騙されたということなんでしょうけども、それで返してみたらばこっちの世論がもっと盛り上がっちゃって、でそれは民主主義の国とか全く彼ら頭の中にないわけで想像してなかったんだと思いますけども、で今でもおそらくだからそれはトラウマだと思いますよね。北朝鮮側は日本と交渉するときに何人出せばいいんだって何度もいろいろ言ってきてるですけども、もしそれで単調になってまた日本の世論盛り上がっちまったら、うん、今度何されるか分かんない、うん、
というやっぱり恐怖心があって、なかなかその向こうは向こうで話し合いに乗りにくいというのはあるんじゃないかなと。つまり今の話はどうやって取り返すんだっていう目的に向かって必要な情報分析、これがインテリジェンスですんで、だ単にあのキム・ジョンが生きてるか死んでるかの予想屋合戦ってインテリジェンスも何でもない、失礼ですけど競馬の予想屋さんの方がよっぽど真面目に仕事してるんで、うん、そんなこと、それむしろ有害だっていう事例としてあえて挙げさせていただいたんですよね。で私も当時あの、まあ、98年頃、まあ、保守の集会に、まあ、あの顔出して、で、まあ、飲み会とか行くと、うん、あの久米宏さんか久米豊さんかって読み方を調べたって自慢げに言ってる人がいても、どっちでもいいわと申し上げないですけれども、とかあと小泉訪朝の時に小泉さんが食べてたのが幕の内弁当かおにぎりかとか、いや全くその事実何の意味があるんですかみたいなことを探って、で、まあ、あと横田さんと蓮池さんに関しては、まあ、ひどい誹謗中傷、保守の人こそやってましたよ、申し訳ないですけれど、結構有名なあの人までがやってたんで、だからその事実関係探るんだったら何のためにそれ探るんですかっていう意味で、まあ、荒木先生のフェイスブック実は流れて、ほぼ毎日流れてきてて、まあ、最初に冒頭になんか面白いことをで面白いこと書いてない時、ああ危ないことがあったんだというふうに思っているんですけれども、いやまあこれ どうやって取り返すのかって話ないですよね、はい、あのまずはですね、向こうの中が割れてるという前提で考えたらば、うん、あの一番一つ必要なのは総理官房長官が、うん、あのともかくその拉致被害者を返しなさいと、うん、で返すため、その返す、あるいはそのこちらの拉致の進展に協力をするんであれば、うん、あのどんな勢力であろうと話し合いに乗ると、うんいう言い方が一つあるんではないかと。これは向こうの中にくさびを打ち込むかなり大きなインパクトがあると思います、うん、もう今でもそのキム・ジョンと話をするなんてことばっかり言ってても仕方がないんで、もうそうじゃないんだということを日本が先になって明らかにするということが一つあるんじゃないかと思います。でそれから同時にやっぱあの何か起きた時に我々あの北に対してやってる放送の中では、あのいつでも非常時の放送にできて、あのもうここへ集まってくださいということを、まあ、最終的にはそれを言うための放送なん でそれやってますから、あのそこへ取り返しに行くということを考えると、もう危険があっても取り返しに行けるのは自衛隊しかないんで、そのための情報収集から、あのいろんな装備から訓練から準備をもう一刻も早くも進めてもらいたいと。で、まあ、我々としてはあの向こうにいる人たちというのは基本的にあの帰ることをもう諦めちゃってる人が大半だと私思うんですね。でそれはもうあの帰りたい帰りたいと思いながらもう何十年もいたら精神的に持たないんで、これあの蓮池あの薫さんがあの、まあ、言ってますけど もうともかくその向こうを連れて帰ってからプラス以降で思考で生きることにしたと。でプラス思考ってのは要はもう向こうで生きるしかないと諦めちゃうことだということだったんで、おそらくそういう方が多いでしょうから、そういう人たちにあのこちら側が、まあ、何とかして取り返したいと思ってんだと。だから情報を何とかねこっちに伝えてもらいたいとか、そういうようなことで帰りたいという気持ちをもう一回あの持ってもらうように、まあ、これは我々あの放送では常にやってるんですけども、まあ、そういうことをあの全てもう様々できることをやっていけばですね、どっかからおそらく穴が開くだろうと。でその穴開いたところにともかくなんとか手突っ込んで、取り返せるとこからもうどんどん取り返していくという。ことじゃないかなと。放送というのは潮風。そうですね。あの荒木先生は北朝鮮に直接向けて、はい、まあ、ラジオ放送をやっておられると、はい、で横田めぐみさんが圧倒的最年少で今年56歳、うん、ね、まあ、他の方だいたい70代80代ですかね。これも表情報になっていると思うんで言っていいと思うんです。曽我ひとみさん、あの帰国する寸前がんだったんですよね、はい、だから小泉さんが取り返してくれなかったらあの国の劣悪な環境だったら死んでたと、うん、で曽我さんのお母さんはあの帰ってこれてないですし、うん、まあ、曽我さんのお父さんは娘に会えたけれども奥さんに会えないままこの世を去った。でいろんなご家族の方々が肉親と生き別れなまま会えずにお亡くなりになっているということで、まあ、本当にしょうもない事実を探るぐらいだったらどうするか。本当もう荒木先生がもう自分が総理大臣になったつもりであのどうやって取り返すかを考えろと
いうことは、まあ、私もそういう本を書きましたので、はい、まあ、指針合致するということですね。あの本当にそういう意味で本当に申し訳ないですけど、しょうもない事実を予想屋さんにするのはやめてください。それだったらちゃんとした学問を学んで、その上でどうやって取り返すか現実的に考え、そしてそれを日本の声にしていく。まあ救う会にしても、まあ、家族会と一緒になって、拉致問題って嘘じゃないんだ、あるんだよ、本当なんだよって知ってくださいって言って世論を盛り上げていったから、まあ、あの5人取り返したわけですよね。そうですね、本当にあの諦めたらおしまいですから、はい、あの希望を持ってやってればどっかで道は開けると思います。はい、ただ、まあ、あのもうこのことってのはいろいろ隠されていることが山ほどあるので、うん、いざ負担が空いてしまったらばこんなもん見なければよかったということがあると思いますけども、うん、でも、まあ、我々の時代のね、生きてるものの責任として、あのどんなものでもやっぱり向き合うしか方法はないと思います。はい、ということで荒木先生、はい、またお越しいただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。